日本で発売されるキットカット、キットカットショコラトリーサブリムルビーが海外で注目されていました。ベリーチョコレートを使っています。スイスのチョコレートメーカーであるバリーカレボー社が10年以上の歳月を経て開発、昨年9月に発表したチョコレート、ルビー、ベリーのようなフルーティーな酸味とともに、天然のピンク色を持つことが特徴のチョコレートです。今回、ネスレ日本が発表したキットカットショコラトリーサブリムルビーでは、そんなルビーを世界で初めて商品化、ルパチエ高木、オーナーシェフの高木康正氏の監修のもと、ルビーの色合いや酸味が楽しめるシンプルなキットカットに仕上げたとのこと。同商品は専門店、キットカットショコラトリーで1月19日から25日にかけて5000本限定で販売され、価格は1本400円税別。また2月1日からは、キットカットショコラトリーサブリムバレンタインアソートとして、ルビー2本の他の組み合わせで販売されるそうで、5本入りが1800円税別、7本入りが2400円税別だそうです。この話題に海外のネットユーザーの方々からもコメントが寄せられています。